染染とは、着物に模様を染める技法の一つで、江戸時代に生まれました。友禅染は、筆やハケで色を刺したりぼかしたりして、まるで絵を描くように、細かい模様を染めることができます。この動画では、当館所蔵の重要文化財、振袖、白ちりめんじ、梅樹ついたて高模様をモデルに、友禅染の制作工程を再現し、ご紹介します。着物のデザインの中から、細かい模様ではなく、大きな輪郭線だけを、専用の絵筆で絹地に写し取ります。露草の花の絞り汁を和紙に染み込ませた青花を水に浸し、にじみ出る青色の液で下絵を描きます。青花は後で水で洗うと消えます。輪郭線に沿って糊を細く絞り出し、その内側を糊で覆っていきます。ここで使う伏せ糊は、もち米とぬか、塩少々を練ったものです。仕上げに、引き粉と呼ばれる木の粉を振りまき、糊が他につかないようにします。一旦の生地を空中に貼り、背景の色をハケを使って引きます。この工程が引き染めと呼ばれるのは、生地を引っ張って染めるからとも、ハケで引くように染めるからとも言われています。場所を移動しながら、スピーディーに地色を引き、それを数回重ねます。糊で覆ったところには色が染まりません。地色をしっかり定着させ、発色を良くするために絹地を蒸します。長い反物を蒸し枠という枠に吊り下げ、蒸し箱と呼ばれる大きなサウナのような箱の中で、色の薄いもので約40分間、色の濃いものだと2時間から3時間、100度近い蒸気に当てます。蒸し終わってすぐに水で洗うことを水元と言います。生地についている糊や余分な染料などを水で洗い流します。昔は川で行いましたが、今は地下水を汲み上げた屋内の人工の川で手洗いしています。白く染め残った部分に、さらに細かい模様の下絵を青花で描きます。原寸大の図案の上に絹地を置き、透かしながら線を写し取ります。下絵用にはやや長めで、穂先のしっかりした筆を使います。下絵に沿って筒に入れた糊を細く絞り出すことを糸目を置くと言います。糸目の細かい線が堤防の役目を果たし、色がにじみません。素を追うという赤い色素を混ぜ、糊を置いたところがわかるようにしています。友禅模様部分に色をつけていきます。赤紫、青、黄、黒などの色を混ぜ合わせて目的の色を作ります。ハケや筆で色を刺したりぼかしたりします。糊を置いてあるので色は輪郭の外側ににじみ出ません。もう一度絹地を蒸して模様の部分の色が落ちないよう定着させます。また、蒸すことによって美しい色に発色します。蒸した後は、再び水洗いをします。流水で素早く洗い流し、脱水、乾燥させます。こうして糊が洗い流されると、輪郭が白く染め残ります。これが友禅染で模様の境目に必ず現れる、白く細い線となります。水洗いによって縮んだ絹地を熱い蒸気に当てて伸ばします。生地を左右に素早く振りながら、口から吹き出す蒸気の上を通過させます。ちょうどいい幅に伸びるまで、それを何度か繰り返します。生地を伸ばして、
丈や幅を本来のサイズに整えると同時に、色にもツヤが出てきます。仕上げに梅の花と紐の部分に刺繍をしたことで、模様に立体感と重みが加わりました。生地を枠に留め付けて刺繍します。金糸2本を合わせて模様の外側から縫い詰めていく金駒縫いは梅の花に、模様の端から端まで紅の糸を渡し隙間なく埋める紅平縫いは梅の花と紐に使われています。このように友禅染めは多くの手作業を経て、まるで絵を描くように彩り豊かに染める日本独特の模様染めです。着物の染色技法には友禅染めの他にも、有松鳴海絞りに代表されるさまざまな絞り染めや小紋や長板中型といった型染めなど、いろいろなものがあります。熟練した繊細で緻密な手作業によって生み出される日本のさまざまな染色技術は世界的にも注目されています。